お兄ちゃんいつも LINE するんですけど、スタンプ1個でしか返ってこなくて会話という会話を、まあ、その後にちょっと指大丈夫って聞いたら、うん、あ大丈夫みたいな、うんうんうん、もう本当にスタンプ1個と大丈夫という3文字だけでしたそれでも一番ね嬉しいんだよね、お兄ちゃんはね。ここからはですね、はい、弥生ちゃん指導で行きたいなと、はい、弥生の部屋へ参りたいなと思いますけど、いいですか、はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。と来シーズンのリーグ優勝の予想チームをセパ教えてください、はい、いやーそう弥生ちゃんめっちゃ難しいじゃんこれまあ、現時点のね今年のこう選手まだ FA もまだ揃ってないのに弥生ちゃんいいとこついてくるね。普通に言えば普通に行けばそらタイガースでオリックスがねえちょっと外援数がこれはうーんまあ痛いですよ。で25勝30勝くらいがそうなんですよ。それを探せって言ってもそこからどんどん出てくるのは知ってますけど呆れるようにオリックスはそれでも彼のまあただ成績だけじゃないそのなんていうのかなチームにとっての武器っていうのが失われるわけでしょ。はい、オリックス厳しくなるよね。追い込まれますよね、うん、あとはオリックスはラオウ、はい、頑張らないと。ラオウさん僕ラオウだけは厳しいから高校の先輩だから。そうですね、本当にラオウはあんなもう年齢なんかしとる場合じゃないよ。あの手術終わって今リハビリ中なのでとダメだね。そんなもん徳島の子はねあんなで怪我したらダメなのよ。もっとドーンとしとかないといけない、うん、来年はラオウさんにオリックスが来年もまた日本シリーズ出るには、うん、ラオウ、まあ、復活というよりもラオウが今まで以上の成績、うん、過去最高の成績を出す条件、そして、栗林くんがもっとちょっとこう長打が増えると、うん、まあ増えそうな気もするのでいいんじゃないかなと、はい、でやっぱお兄ちゃんが、はい、タイトル総なめどういけ頑張って防御率取ってほしいんですけど。あ防御率は確かにもうしゃべってる内容が2うん、僕それではね僕もピッチャーとして勝ち星は運だけど奪三振も限られてるからそういうタイプとで防御率っていうのはやっぱり一番評価になると思うんで いいとこつくな防御率を取って、最多勝を取って奪三振取って完封も数多くして沢村賞ですよ。吉野さんから引き継ぐバトンを引き継ぐ沢村賞でしょう。で2年後ぐらいにはアメリカへ行って弥生ちゃんもアメリカへ行くと。あ私も、はい、ね、ホリプロがちょっと待てよと待てアメリカまではちょっとっていうふうになるっていうのが僕の中ではシナリオで、はい、まあ来年予想するなら宮城投手の危機、はい、はい、アメリカに奪われるんじゃないかというそういうシーズンになってほしいなと、うん、嬉しいですね。ちょっとでも弥生ちゃんも複雑ですけど弥生ちゃんもハリウッドに一緒にハリウッドに一緒にいけるかな女優になるかもしれないけどいや頑張らなきゃですね。いやいや私も、我らドラゴンズ、はい、これも忘れないでください。はい、やってくれます。はい、来年のドラゴンズはあの今年もね、2年間守れるあの新人選手も取りましたし、はい、もう来年に向けての、選手っていうのがすごいこうフェニックスリーグでも力を発揮してくれてるのと、まあリリーフ陣も怪我がしっかりこう明けてきて、来年は活躍してくれそうなリリーフ陣もいますし、まあ、大野投手大エースも復活する年でもありますし、柳投手も、FA の年ということで絶対頑張るね。明治大学なんで
明治大学とか出身って、僕も明治大学なんですけどね、はい、FA の最後の年頑張るんですよそれ なんでなんですか。やっぱ高く売れるじゃないですか普通にここ頑張るんで、今年も頑張ったんですけど来年絶対頑張るんで、さらに、はい、で小笠原慎之介くんも今年開幕投手して最後ちょっと疲れがあったりだとか、なんかまあなかなか援護がなかった、頑張りすぎたっていうのもあったのかな、まああったんだけど、いろいろあったんだけど、来年は、さらに、高い目標があると思う彼も、はい、彼もひょっとしてアメリカへと、もうみんなアメリカ行っちゃうんじゃないかっていうね、ちょっと寂しいですけど、寂しいので、まだアメリカ行ってほしくないんですけど、でも小笠原くんも頑張るし、ひろと、ひろとさん、ああひろとね、同級生ひょっとして、多分ちょっと1個か、1個ね、まあなんせひろとはやゆちゃんとね同世代という意味では、今年ね本当に良かったですよ。途中やっぱり WBC の疲れもあったのか、ちょっとこう球速が落ちたり、スプリットがね捉えられたりすることありましたけど、まあ来年は彼は本当に日本を代表するようなね、ピッチャーにまた復活してくれると我がドラゴンズいけますよ。うん、どうでしょう、楽しみ。この高橋宏斗さんが WBC で最年少だったじゃないですか、うん、あ、はいはい、の中でなんか堂々としてたのか、うんうん、ちょっと可愛い一面もありながら、うんうん、堂々としてたのがすごくて、すごい。お兄ちゃんからなんか聞いてる？ひろと君のことあんまり聞いてない。あんまり聞かん、なんかずっと吉野部さんと一緒にいるイメージがあって、なんか吉野部さんのこと奥さんって言ってたので、高橋ひろとさんが、あです、ね、そういうねうまいところあるからね、まあまあ、甘えんぼ上手っていうかね、うんうん、まあ、もちろんその吉野部投手のホームをね今年伝授を受けたのか、まあ、そこから始まったりとかしていろんなものを残しながらね、受け継いでるところもあると思うしね。だからねヒロト頑張りますから、いや楽しみにして、だから来年セリーグはタイガースと、ドラゴンズのもう戦いになってくると思う、どっちかが、っていう感じです。いきます、はい、で、パリーグは、そうですよね、いっぱいチーム気になりますね。ソフトバンクも監督変わって、ね、FA でどういう選手が行くのかとか、外国人がどういうのが入ってくるのかによって変わると思うんですけど、ちょっと僕はソフトバンクが不気味かなと、うん、いう気がします。いつも上位にいますよね、毎年。絶対ね、必ずね、あそこもオリックスと同じで育成力とピッチャーが急にドンってくるじゃないですか、ね、次々とすごい球を投げる、はい、あれもオリックスの方が上かな。俊平太くんもいいしね。俊平太くん、東くんね。今年椋木さんもちょっと期待してて。そうなんね。みんな、なんか裏情報によるともう一人二人ぐらいファームに実はと隠し持ってるっていう。いるんですか。うん、そういうのを聞くと。で、トーマツくん入ったでしょ。知ってる？トーマツくん。今年ですか。今年ね、トーマツくんってね。共栄高校から左ピッチャーで、僕は宮城投手のようなタイプになれると思うんですよ。お、身長もねそんな高くはないんだけど、器用な投手で、ちょっとこうマッチョっぽいんだけど、筋肉だからいいチームに行ったなと思って、オリックスにぜひね、お兄ちゃんにトーマツ君、なんかこう弟子のように使ってくださいって言っといてください、はい、お伝えします、ね、はい、我ら愛知県から出ましたから、うん、はい、お願いします、お願いします、はい、きっと明日はホームラン。